ルイボーチャンネル。いただきます。いただきます。今日はひな祭りですからね。あ、でもそうか。混ぜて。こう。ルイボーはマグロ丼？うん。と味噌汁。あ、おさの味噌汁ね。うん、美味しそうですね。どうですか、ひなさん。疲れた。疲れた。ありがとう。今日も一日なんかしてた。うん。ご飯。ああ、俺作るのが疲れ。ああ、美味しい。美味しい。うん。肉美味しいよ、俺もこれ。取ってみたい。よこしょ。ねえ、醤油は？にかけてない。まあ、そんなにかかってないんですよ。ジュース取って。卵の加減はどうかな。はがきなかったよ。何でしょう、こっちの。ルイボーが今日どうだった？これお母さん作ったの。すごい。卵は美味しい。うん、卵パンとタイク楽しかった。あんま全然でさ、作んないじゃん。うん、何した？なんか食べないから。鳥箱とドッジボール。鳥箱とドッジボール。トロトリー食べるかな、うんうん、俺がいろんなもの食えるようになったから。そうだよ。卵とマグロとイクラが高いからさ。あ、うん、おいしい。何個だね。ちょうどいい酸っぱさだね。酸っぱさ、うん、男子にはいい。酸っぱすぎない。身は足りない。多分本当は3個の元だから。キュウリが全然上手にいった。身が疲れた。一番嫌い、ポテトサラダ作るのが。一時期は話題になったじゃん、ポテトサラダぐらい作れとか言って。一番嫌い。大変だよ、これは。皮むいて、あ、茹でて皮むいて潰して、きゅうり塩のあれに塩もみにして。そうそう、料理好きな人からすれば簡単かもしれない。で、茹で卵もして、ずっと混ぜようと思ったんだけど、途中でめんどくさくなって飾ることにした。いいよ、いい感じ。彩りがいいじゃん。られてる。取ろうか。まだいい。どう、ビールは染みる。染みる。今日はもっと早く飲もうとしたんで。そう、うん。ゆで卵は？きゅうりあんまいらないんでしょ。うん、あ、そう。トマトは？トマトはいらない。ゆで卵は？みんな嫌いだな、トマト。うん、何が嫌いなの？味？トマトはいい。食感？わかんない。自分で作ったから醤油かけてもいいし。うん、どうぞ。一生トマト。文句ないし。文句ないです。外の皮？皮がやだ。うん、食感パチンってなる。今度剥いてやろうか。皮剥いてやろうか。食感だったら大きいさ、ミニトマトじゃないやつは。あれも一応。ジェリー食う。いや、パチンってなるのが変なの。うん、あ、パチンとなって酸っぱいのが出てくるのが変なんでしょ。作るかな。じゃあ最初から切ってやればいいってこと？うん。じゃがいもが美味しいかも。トマトスープならいけるのよね。うん、マジでトマトスープの方が嫌だな。肉がすごい美味しいんだけど。うん、たまにチュアスイス食うと美味しいな。ポテサラっていいよね。今日ご飯何個炊いた？4。
四個なくなる全部。これ全部。ルイボーに白ご飯。うん。全部なくなりそうだね。なくした方がいいかと思う。うん。いいかと思うよ。まあうちは男子ばっかだからな。うん。ルイボーじゃねえ。リエあと何杯食べれる？まぶに。母さん。ちょっと落としたな。でもリーも食べれるようになったの。だから作ったらリーが大丈夫って。うん。けどね、でももうちょっと綺麗に取りません。ハムがあると思ったらこれ全部作った。いなかった。じゃあツナがあったから入れようか。ツナがあったから、ま、ポテサラも気持ちは残ってる。おいしいね。なんか少ないねポテサラ、うん、10個かな。じゃがいもそんなしたの、うん、カレーとかでだから剥いた割に少なくなるからなんかカレーだと10個入れたら相当だけどね。10個も入れたことないけど。いやほぼこれじゃがいもじゃん、うん、まあまあきゅうりは2本。今度じゃがりこでやってみたら。めんどくさい。ルイボーチャンネル登録よろしくね。塩コショウで味付いてるけどね。とんかつ用ロース肉美味しい。冷凍になってないのがうまい。あともうちょっとで、あの季節が来るからね。何かわかる？ミアでしょ。バーベキュー。あ、ミア。ミアもそうだけどさ。で、今年ミア 200×2ジャンボじゃなくてダブルにする。いや、ジャンボだ。ご飯いっぱい食べたいからさ。結構ご飯ライスバー。ああサラダバーもいいよね。スープバーでしょ。いや、サラダバーあんじゃん。スープと別なの。デザートとかも含まれてる。コーヒーだけ超うまい。超うめえから。で、これなんなら普通の小さいサイズのご飯いっぱい食ってもいいよ。違う、釜からよそってくれる。うん、だからウェイコン麦と一緒にさ、ハンバーグ意味わかるでしょ。もうお子様じゃなくていいでしょ。ちっちゃいの、おいしい方がいいでしょ。でかいの食べたい。ちっちゃいの、丸ごと切る。あと、何だよ。あと2週間か。ああ、まだじゃん。約2週間じゃない、うん、あ、3週間。あれ、10、2週間切った。今日が4日でしょ。あ、2週間じゃない、3週間か。あと3週間でリオの誕生日だからね。あれ3週間じゃない、2週間ちょい。うん、卵もいい味になったな。ちょっと取って卵多めで。きび砂糖がいいのかな。あ、崩れてしまった。卵ちゃんがさ、味薄くない学校、まあ、大量に作ればそうなんじゃない。家のチラシで作った。今まだ食ってみないと分かんないでしょ、味薄いか。ルイボー食べてごらん。チラシ寿司したんここもキュウリの量正直絶対キュウリより切る。ここだけちょっと食べて、うん、美味しいよ。寿司だってさ、こんなにね、寿司食べに行った時の寿司も酸っぱいだよ。あ、寿司だってご飯。この前食べに行った場所さ、味濃いよ。え、濃いじゃなくて食べるんでしょ。うん、こっちの方が良かった。いや、そんなこと。白ご飯とマグロの方が、うん、あ、濃い。うん、人気だね、あのさ、味噌を無添加にしたらうまくない、うん、ネギ入れればまだあった。ある。お汁もいっぱいしたから。うん、アプリいただきます。私も死ぬ。終わり？うん。あとお汁飲んで終わるか。うん、おかわりする。うん。ルイボーも青さの味噌汁だとめっちゃ飲む。いつもいらないって。うん。いや、もう美味しかったですね。うん、じゃあまた皆さん、次回をお楽しみください。バイバーイ。はーい、バイバーイ。